ねえマリサ、なんだね。人類はかつて現代よりもはるかに発展した超古代文明を作り上げていたのに、何らかの理由で一度滅亡して今があるって話を聞いたんだけど、霊夢もついにそのことに気づいてしまったか。え、じゃあ、あの話って本当なの？それはわからん。わからんのかい。ただ、現代の技術でも再現不可能な古代技術があるのは事実だ。おそらく、そのことを指して超古代文明があったと表現してるんだろうな。実際のところ、超古代文明まで遡らなくとも、現代の技術で再現できないものは、意外とたくさんあるんだぜ。最新技術さえあれば過去の技術の再現なんて簡単だと思ってた。ところがどっこい、そうはいかんのだよ霊夢くん。じゃあ、その現代で再現できない技術とやらを教えてよ。そう来ると思った。じゃあ、今回は現代で再現不可能なロストテクノロジー6選を解説するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。実は、日本人におなじみの日本刀の製法もロストテクノロジーの一つなんだ。あら、現代にも刀工と呼ばれる方はいるじゃないの。現代の刀工が作っているのは、慶長元年以後に作られたいわゆる新刀と呼ばれるもの。慶長元年。慶長元年とは1596年。豊臣秀吉が政権を握っていた頃だな。あの猿め、秀吉への当たり強くない？とにかく、今の刀工が作っているのは新刀であって、慶長以前の古刀を作ることはできないと言われてるんだぜ。なんで慶長元年を境に刀の製法が変わったの？ここからはちょっと歴史のお勉強だ。断る。織田信長が本能寺の変で自害した後、豊臣秀吉が天下人となって1590年に日本を統一した。あ、無視したわね。秀吉は統一後、日本刀の材料となる地金と作り方の派閥の刀派を指定したんだ。これによって、全国各地で均一の日本刀が作られるようになった。この時に秀吉が指定した日本刀の製法が今に伝わってるわけね。日本が統一される前は、地域ごとに地鉄も違えば刀派も違ったんだ。だが、秀吉が日本刀の作り方を統一したことで、こうした地域ごとの製法が失われたのさ。あの猿め。当時、日本刀の製法は職人から職人に、口伝やいわゆる見て覚えるいう形で伝わっていたため、複雑な材料調合の記録などが存在しない。そのため、古刀の製法は完全にロストテクノロジーと化してしまった。古刀と新刀ってどんな違いがあるの？新刀の方が技術的に優れてるなら、秀吉の行いも水に流してあげましょう。いや、それが古刀の方が完璧な刀だったと言われてる。なん？古刀はとても硬い作りでありながら、なぜかしなやかさも持っていたらしい。新刀にも正確さや強度はあるが、しなやかさは古刀に勝てないそうなんだ。あの猿はなんて古刀してしまったのかしら。例えば、日本一の名刀と言われて国宝にもなっている大金平は、平安時代に作られた日本刀。大金平が名刀であるゆえんは、現代の技術や予想される材料では再現不可能だから。まさか日本刀がロストテクノロジーだったとは知らなかったわ。バイオリンの王様、ストラディバリウスも立派なロストテクノロジーの産物。確か、めっちゃ高価なのよね。ああ。近年では2011年に震災復興支援として、約12億7000万円で落札されたりもしたな。12億、楽器が高価なのはわかるけど、いくらなんでも高すぎじゃ。ストラディバリウスは、イタリアの天才職人アントニオ・ストラディバリと、その息子たちによって作られた楽器だ。楽器がそのまま職人の名前だったのか。というか名前かっこよすぎん。私もレイム・ストラディバリに改名しようかしら。なんかそれっぽい名前になったな。紛らわしいのでやめてください。はい。ストラディバリは二人の息子と共に、1600年代から1700年代にかけて、その天才的な技術でもって弦楽器を作りまくったわけだが、彼らには後継者がいなかったため、彼らの死後、その技術は瞬く間に失われた。もったいな。霊夢ストラディバリに継承してくれれば、今頃私が大金持ちだったのに。ストラディバリウスと他のバイオリンでは、音の響きが決定的に違うと言われている。ストラディバリは、通常の製法とは全く異なる技術を加えていたと考えられるが、その技術が一体何なのかは今もなお明らかにされていない。そのため、ストラディバリウスは彼の生きた時代にしか作られなかった。現存しているストラディバリウスは約600丁。この600丁を音楽家、コレクター、音楽財団などで取り合っているので、価格が釣り上がっているのさ。600丁って数が絶妙よね。頑張れば手に入りそうじゃん。そう。まさにそこがストラディバリウスの価格が天井知らずな理由だね。実は、ストラディバリウスと同じぐらい素晴らしいバイオリンに、コベッキというものがある。こっちは聞いたことないわね。コベッキの楽器は数十丁しかないので、なかなか市場に出回らない。そのため存在が知られず、欲しがる人も現れない。当然、売買もされない。
その点、ストラディバリウスは600兆もあるからこそ有名で、欲しがる人も次々に現れる。そうか。有名になるにはある程度の物量が必要なのね。現代の技術では再現できない傑作が、頑張れば手に入りそう。そんな時に物の値段というものは一気に跳ね上がるものなんだ。実は NASA で使われている宇宙服もロストテクノロジーの産物だって知ってたか？いやいや、今でも宇宙飛行士はガンガン宇宙服着てんじゃん。全然失われてないと思うんですけど。と思いきや、宇宙服ってこの約40年間作られてないんだぜ。嘘やん。今、宇宙飛行士が着ている宇宙服は、すべて約40年前のもの。なんで未だにお古が着回され続けてるの？宇宙服って、実は一着一着手作りなんだよ。え？そうなの？宇宙服には断熱材が縫い付けられてるんだけど、その裁縫技術が非常に高度でね。その技術が継承されないまま来てしまったため、宇宙飛行士はお古を使い回してるのさ。その裁縫技術の何がすごいの？宇宙服は、空気を外に絶対に逃さないようにできている。空気が外に漏れたらすぐに死んじゃうもんね。さらに、体温を外に逃すことがない作りにもなっている。そのため、服は何層にも縫い合わされているんだけど、今となってはその縫い合わせ法がロストテクノロジーと化しているんだ。宇宙進出を目指してるなら、宇宙服の裁縫技術も次世代に継承していくべきだったわね。今となってはその通りとしか言いようがない。現在、宇宙服は11着しか残っていないんだ。少なっちゃその11着を補修しながら使ってるってわけ？そう。本来の宇宙服の寿命は15年と想定していたんだけど、それを大幅に超えているので老朽化も激しく、トラブルも発生しているみたいだね。いやいやいや、宇宙飛行士の命に関わるんだから、それこそ新たな技術を開発すべきじゃない？ NASA は新型宇宙服の開発に2億ドルを投じてきたが、それも難航してるみたい。マジか。宇宙服が大量生産できないと、人類の宇宙進出なんて夢のまた夢よねー。で、夢は兵馬俑って知ってるか？兵馬俑？何すか？兵馬俑は、古代中国で死者の墓に埋めていた副葬品の一つだぜ。兵士や馬をかたどった、陶器製の人形のことだね。中国では人形のことを俑というので、兵馬俑。なるほどね。意外とそのままだった。古代中国では、主君や夫が亡くなった時、臣下や妻を殉死させて共に葬る、殉葬という風習があったんだけど。なんちゅう無茶苦茶な風習だ。さすがにそれはとなって、殉葬された遺体の代わりに、この兵馬俑を収めることにしたんだ。古代中国の発想いかれてるわね。まあ古代なら中国に限らずどこもいかれてるか。世界各地に謎のバイオレンス風習ってあるもんね。兵馬俑で最も有名なのは、秦の始皇帝の陵墓に収められた兵馬俑だな。その数は8000体にも上るんだが、恐ろしいのはそれぞれ違う顔をしてること。また、兵の階級や役割によって着色も異なっていたんだ。尋常じゃない手間だな。暇か。でも、兵馬俑がなければ8000人の兵士が殉葬されてた恐れがあったわけでしょ？そっちの方がよっぽど恐ろしいわ。この兵馬俑には非常に高度な加工技術が使われていた。兵士の顔や装備品が精巧に模されてるだけでなく、陶器の薄い部分は1ミリしかないんだ。半端ない技術。当時の神話ギリシャ人の技術者を招いていたと言われてるが、それがこの技術力の高さに直結してるのかどうかは定かじゃない。とはいえ、こんなに薄い陶器を作ることは現代人にも難しいんだぜ。ギリシャ人がすごいのか、中国人がすごいのかわかんないけど、とにかくすごいってことはわかったわ。それに、兵士の兵馬俑はクロムメッキ加工を施した剣を所持していたんだが、歴史上、クロムメッキが世に現れたのは1920年と言われている。サージェントというアメリカ人が開発して、自動車の外観の美しさを高めたんだが、その2000年も前の中国で、人知れずクロムメッキ加工の技術が誕生していたことに驚きだ。つまり、古代中国は兵馬俑を作る技術とクロムメッキ加工技術の少なくとも2つを、時代の流れとともに失っていたということね。そういうこと。中国って、王朝が変わるたびに前の王朝の文化を破壊してきた過去があるから、めちゃくちゃ多くのロストテクノロジーがありそう。お次はこれだ。ギリシア火薬は、東ローマ帝国で発明された焼夷兵器で、主に73世紀にかけて海戦で使用されてきた。具体的にどんな兵器なの？船に搭載して、チューブまたはサイフォン状の発射装置から、敵船に向けて粘度の高い火炎を噴射するという兵器だったっぽい。当時の文献によると、その炎は水上でも燃え続けたらしいぞ。水上でさえ燃え続けたなら、当時の木造船なんてさぞかしよく燃えたことでしょうな。この兵器のおかげで東ローマ帝国は当時、無類の強さを発揮したと言われてるぜ。問題は、当時の技術力で粘性の高い火炎をどうやって作ったのか？ということ。
国家の主力武器なんだから、製法を残した書物なんかが残ってたりしないの？それがだね、当時の皇帝コンスタンティノス7世が、彼の著書帝国統治論の中で、彼の息子であり後継者だったロマノス2世に向けて、この兵器の配合の秘密は決して明らかにしてはならないと書き記した通り、この兵器の成分と製造工程は軍事機密として極めて慎重に保護されていたんだ。確かに国家の主力武器だからこそ、外部に漏れたら国家存亡の危機に陥るわね。その結果、肝心の成分配合は未だにはっきりとはわからないんだ。水上で燃え続けたという点、鎮火が困難だったという点から、現代でいうナパームに近いものだとは推測されてるんだけど、実際にどのような兵器だったのかまでは明らかにされていないのさ。秘密を守り通したことは、ある意味で称賛に値するかも。霊夢は古代アンデス文明って知ってるか？知らんです。古代アンデス文明は、南アメリカのアンデス山脈周辺で発生した古代文明だよ。インカ帝国が滅亡する16世紀までの間に隆盛した文化を古代アンデス文化と言うんだ。インカ帝国って、マチュピチュとかナスカの地上絵で有名な？そう。ということは、さぞやすごいロストテクノロジーがあったんじゃないかしら。彼らは様々な金属を自在に加工できたと言われている。銀や金はもちろん、プラチナまで加工する技術があったそうなんだ。ちなみにヨーロッパでプラチナ加工ができるようになったのは19世紀のこと。古代アンデス文明の技術力の高さがよくわかるわ。ここで気になるのが、彼らがどうやってプラチナを加工していたのか。ヨーロッパでは、プラチナを加工するために石炭を利用した溶鉱炉の開発が必要だった。しかし、古代アンデス文明で石炭は使われていなかったため、ヨーロッパとは全く異なる方法でプラチナが加工されていたことになる。でも、その肝心の加工技術がわからないんでしょ？そうなんだよな。なんで加工技術が継承されなかったの？理由は簡単。大航海時代にスペイン人が侵略してきて、アンデス人をほぼ根絶やしにしてしまったからだ。スペイン人の海？文献は多少残されているようだけど、使用されている文字の解読が困難なため、古代アンデス文明の高度な技術は見事にロストテクノロジーと化してしまった。侵略じゃなくて友好関係を結んでいたなら、現代はより高度な技術を獲得していた可能性があったわね。と、ここまで数々のロストテクノロジーを紹介してきたが、最後になぜロストテクノロジーが生まれてしまうのか？を解説して終わろうと思う。どれもこれも素晴らしい技術なのに、なんでそれが継承されなかったのかしら。それには主に3つの要素が関係してると言われてる。1、別の技術が発展した。ロストテクノロジーが生まれてしまった一番の理由は、その技術の代わりとなる別の技術が発展したからだ。より優れた技術が発展した、と考えていいのかしら。何をもって優れたと表現するかは議論の余地があるね。例えば、従来品よりも性能は少し落ちるが、大幅にコストダウンできる技術なんかも、ある意味では優れた技術と言えなくもない。ただ、この技術が浸透することで従来の品質は失われてしまうというわけ。レコードと CD の関係に近いかもしれないわね。そうだな。レコードの方が生音に近い立体感が得られるんだが、CD の操作の簡単さや利便性の高さに軍配が上がってしまった。レコードの場合は今でも細々と作られていて、ロストテクノロジー化していない。というのが救いかもね。2、原料がない。かつては豊富にあった原料が、今では非常に貴重なものとなってしまい、入手できない、もしくは入手するのに莫大な費用がかかるというパターン。確かに原料がなければどうしようもない。でも入手するのに莫大な費用がかかるってのはその技術が失われる理由になるの？費用さえ出せばその原料は手に入るわけじゃん。じゃあさ、例えばここにロストテクノロジーを使って作ったおせんべいがあるとしよう。どんなせんべいよ、それ。このせんべいにはドメスティックハラスメント米っていう貴重な古代のもち米が使われていて、そのもち米食べたくないわね。このもち米を作るのに莫大な費用がかかったため、このせんべいは1枚30万円するんだ。誰が買うかい。だろ。確かにロストテクノロジーを使うこと自体はできたとしても、それが商売として成り立たないのなら、あえてロストテクノロジーを残す意味がない。そういうことか。ごめんよ、ドメハラマイ。3、技術が継承されなかった。どれだけ素晴らしい技術も、継承されなければ意味がない。例えば、その素晴らしい技術を持っている人がこの世に一人しかいなければ、その人が死んでしまったら、どれほど素晴らしい技術でも、すぐにロストテクノロジー化してしまう。職人技なんてまさにそれの代表ね。思えば、今回紹介してもらった技術の多くも職人技っぽいし、一子相伝の技術なんて、戦乱に巻き込まれて継承者が死んじゃったら、あっという間にロストテクノロジーだもんね。そうそう。教育機関を通して、ある程度大人数相手に技術継承ができないと、
その技術は何かの弾みですぐにロストテクノロジー化してしまうんだよな。そう考えると、古代の技術がロストテクノロジー化するのって、ある種当たり前のような気がしてきたわ。今と違って、誰もが見てわかる資料が残されていることは稀だし、職人技として個人に根ざしたものが多かったんだから、そりゃ現代に至るまでのどこかで断絶するわよね。って感じ、もったいないとは思うけどね。今日の解説はここまでだ。どうだった？霊夢よ。過去の技術を現代に継承するって大変なことよね。むしろ現代までちゃんと脈々と受け継がれてる技術がたくさんあることに驚きよ。そう考えると、いわゆる伝統〇〇と呼ばれるものもバカにできないだろ？そうね。私、伝統を大切にするためにも明日からは着物しか着ないで、バッグの代わりに巾着を持つようにするわ。いや極端だな。さて、今回の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとう。動画に興味を持ってくれたら、高評価とチャンネル登録をよろしくね。ご視聴ありがとうございました。